みんなのゴルフダイジェスト中村さんです、はい、中村さんより足が理解する新地です新地、はい、今日何持ってるの、はい、これフェアウェイウッド。フェアウェイウッドです。フェアウェイウッド苦手なアマチュアの方ってやっぱり多いと思う。まあ多いですよね。ただね、このフェアウェイウッドって、うん、やっぱ使いこなせると、うん、相当な武器になるんですよ。それはそうだ。そうなんですよ。まあ、ラフからでも打ちやすいし、ティーショットでも使えるし、そうなんですよ、ね、そうなんですよ。ティーショットミスした時のセカンドで、そうですね、大活躍したりすることもできるし、そうなんですよ、ね、だから効率をですね、やっぱ14本の中の1本の OK になるよう、はい、ちょっと今日は、はい、お願いします、はい、はい、どんなところで、はい、そうですね、はい、まあ、まずこのフェアウェイウッドっていうのは、うん、まあ、ロフトがですね、地面から打つものの中でやっぱりすごい立ってるんですよ。皆さんこう多分こうなんですけど、フェアウェイウッドの弾道イコール高くなきゃいけないっていう発想の人が結構やっぱ多くて、この高い弾道を自分でこう作りに行く方がやっぱり多いですよね。まあ早い話、しゃくるような運動になりやすいので、まあ、こうやって当然視点こうやってずれやすいんですけど、でフェアウェイウッドってね、特にこうアイアンよりもさらに重心ちょっとこう、こっち側がいるじゃないですか、はいはい、だからここでこう動こうとするわけですよ、ここでこうやって、うん、ってことは、しゃくるっきりしたらもう圧倒的にこっち当たっちゃうわけで、やっぱすごいとんでもない打球とかになりやすいですよね。頭叩いたトップになったら結構いると思うんですよ、フェアウェイウッドで自分ではそんなつもりないのに、アイアン以上に思ったより狙ったところで手前落ちちゃう方って多分多いので、まあ、そんな方にはすごくいいと上げようとしないっていう。そう、逆だから逆ですよ。逆です、はい、ディロフトって言ってね、そう、立つ方向でちょっと反応マストをイメージして、そうなんですよ。で、もうね、はい、ターフ取ってください。ターフをやっぱしっかり取っていくくらいの意識が欲しいんですよ。フェアウェイウッドでターフを取る、当然です、当然です。しっかり上から入るっていう、別にこう取れなくてもいいんですけど、うんうんうん、これぐらいの感覚はやっぱあってほしい。で、何を伝えたいかというと、基本的にですね、ハンドファーストになると打点って下になるんですよ、うんうん、打点下になるんですよね、はい、で、下になるんですけど、フェアウェイウッドってまあ、下で当てるのも確かにいいんですけど、やっぱりね、ちょっと上目に当てる意識も芯、芯そう、まあ、発想としては自分で上げに行くじゃなくて、ちょっと逆にバックスピン増やして上げに行くような発想をちょっと持ってほしいな。なるほど。例えばこうやって重心がこうやって後ろにあるんだ、うん、基本的にはまあこういう運動になりやすいわけで、うん、これに抗わなきゃいけないわけで、うん、そういう発想でいくとですね、まあ、結構デロフトと同時にですね、もうさらにこうボールの下にこう入れていくぐらいの、このぐらいの意識で入ってもいいんじゃないかなと思って。ただこれをですね、すごいカットでやっぱり上からバーンってこうやって入れてたら、これ本当天ぷらになっちゃいます、うん、正しいこう、まあ、ラグ作りだったりとか、まあ、正しいインサイドからのこうダンプアタックっていうのがある中でのそういう意識を持つと、フェアウェイウッド実は結構簡単だよっていうことですね。グリップの位置、グリップの位置は、うん、まあ、要はこの本当にど真ん中に対して、うん、もうちょっと左ぐらいになるかなっていう、うん、いいと思いますよ、うん、もう全然それは全然 OK です。ただやっぱりこうどういう球を打ちたいかっていう目的に応じてそれってやっぱちょっと変わったりするので、違いにこれとは言わないですけど、ノーマルな状態のスイングを体操練習するんだったら、はい、まあ、本当ど真ん中のちょい左、ちょい左で、ボールもあんまり左すぎないで、まあ、これがアイアンっていうのは、はい、本当にフェアウェイウッドってちょっとこれぐらいだったぐらい、はい、で、そこからターフを取るぐらいのつもりで、この感じでアイアンと同じ感じで打つ、ドライバーも一緒なんですけど、基本的には同じスイングしてあげれば、少し手元が先行していって、出力は絶対下です。ラグやっていって、しっかり下に向かって、下に向かってバーンってしっかり続けて運動してあげると、フェアウェイウッドもそうするとバックスピンがかかってしっかり球が、そういうことですね、そういうイメージを持ってやるっていうことが大事ってことです。そうです、本当にだから実はそんなにアイアンと大きく別にめちゃくちゃ変える必要もないかな。ない、それはなんでかって言ったら、やっぱり地面から打つクラブなので、だから払い打ちとかよく言われるんですけど、うん、はい、僕はおすすめしないです、はい、しっかりと上から打つ、そうですね、しっかりと取っちゃうよと、ハーフ取れよとまあそんなめちゃくちゃ取れないですよね、はい、しっかり取るぐらい、そのぐらいのつもりで打つと、はい、しっかり球回らってそういうことです、そういうことですね、はい、はい、プロ今日もどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。